はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？じゃじゃーん、ベベーン、名手高木のワンポイントレッスンってやろうと思ったんですけど、高木さん出演をちょっと拒まれまして、私が紹介することになりました。これ、日本では一般に発売されていないマルチさんのグラブ、いい方でしょう。高木さん一目惚れでございます。これ名手高木の高木型、ちょうどね、人差し指の下あたりにポケットセンターが来て、ここを閉じやすいね、丸く多い奥でしっかり掴めるタイプでございます。こちらの方ご紹介していきたいと思います。せっかくですからね、どうぞ。はい、じゃあやっていきますね。どうですか、いい顔でしょ。マルチさん、こちらの方ですね、ちょっと当店でもそんなに触ったことないので、っていうか触ったのは初めてかな。スペックの方を見ていきますが、こちらにくっついてますんでね、はい、いいです。スキルフリー&インディビジュアルハンドクラフティとな、もう素晴らしい手作りよみたいなことやね。プレサイスアテンショントゥディテール&インディビジュアルカスタムフィット、まあこれ手に馴染むいい感じだよっていう意外なこと言ってますけど、ビッグリーグスティフネス&ウェイトスペシフィクション、大リーグ、メジャーリーグの強さ硬さね、重量感のある、グラブですよと。でプレミアムジャパニーズキップシェルレザー、ここら辺ですね。プレミアムジャパニーズキップシェルレザー、ジャパニーズキップでございます。これ触った瞬間いいなと思ったわけですが、日本なめしのキップレザーですね。素晴らしいではありませんか。そして最後、レースはプロフェッショナル US タンドレイシーズ、まあアメリカでいうところのですね、テネシーロハイドなとかとか、まあ、テネシーのやつよく聞くんですけど、テネシーかどうかわかりませんが、レースについてはアメリカのね、 US このタンドレイシーズっていうのはね、US なめしのレースっていうのは定評ありますけれども、を使ってるとキャメル綺麗ですね。じゃあちょっと初見を。カラーはアメリカではベーシックなキャメルのシェル、ブラックのパームですね。ですのでここのところはね、補給面パームのところ出てますけれども、ウェブは定評のあるアイウェブ、内野手はほとんどこれが多いですね。うん、で、ダブルダブルで、レースは通してあります。この US タンドレースね、良さそうですよ。そんなにガチガチに硬さはないですが、頑丈そうですね。このレースのなめしと、このシェルのなめし、パームシェルのなめしは違いますからね。うん。まあ、そんなところで、ジャパニーズキップと、US タンドレースと変えてるんでしょうけどね。うん。で、親指のところはデュアルになってますが、あとはですね、玉はみウェルティングシングルでございます。小指部分にマルチの焼き印、かっこいいね。マルチの刺繍ね。縫い糸カラーはホワイトでございます。で、手口ベルトのところにはこのマルチのラベル。これ、新鮮ですね。ね。はい、綺麗です。ブラックキャメルのカラーコーディネートになっておりますね。で、ライニングですけれども、こちらソフトステアかな、ディアかなっていう感じですけど、ちょっと記述にないので、私の感じではディアっぽいんですけど、まあディアタンドカウハイドかもしれませんけど、ディアじゃないかな、うん、という感じでございますね。詳細はここには乗っかってないので、うん。で、サムループこんな感じ、ピンキーループは見えないか、見えるかな、うん、こんな感じですね。で、手口ベルトのところは裏はブラックムートンでございますね。はい。で、もちろんヒールは順巻きのシングルパームレースの仕様ですね。
かっこいいんじゃないですか。普通にかっこいいですよね。本当に内野手ど真ん中というところでございますが、あのフォルムの感じでいくと日本人にも好まれそうな、さっき言ったうちで言うと高木型、こういうね土地のやつ、いいんじゃないかなというふうに思うわけですが、一応人差し指にフィンガーパッド、指当てついてますね。こうまだこれ新品ですから使ってない、こういうこれぐらいの感じですね。はい、小指2本入れるのかな。あ、ちょっと狭い感じはするけどいけなくもないですね。うん、いいですね。じゃあ最後にぐるっと受給面、親指側、はい面、小指側、いいですね。はい、どうでしたでしょうか。かっこいいグラブ、眼福に預かりました。ありがとうございました。高木さん、声もなしですねご来店されてるわけですが、あ、いいの忘れた。サイズも11と4分の1で、これ日本人好みのサイズです。まあ、メジャーだと11と2分の1インチが一番ね、中心サイズになってくるわけですけれども、日本人ってどうしても、まあ、手の大きさもあると思うんですけど、プレイスタイルもあると思います。11インチか11と4分の1っていうのが結構ね、内野手としては好まれる場合が多いんですけれども、11と4分の1です。なんか日本人を狙ったような、日本で売ってないのにね、モデルでございますが、非常に、ね、色もノーマルでかっこいい。これがね、学生さん使えたらねいいんだけどな。なかなかね、大人の事情でそういうわけにもいかないみたいですけど、もっとベースボールですから、ワールドワイドにねベースボールルールレギュレーションっていうのはね、統一されるといいかなと、まあ、いらんこと言わんとこね、一小売店の親父ですからね。はい、それでは皆さん、さようなら。